リージェンツパーク、リージェンツパーク、およびその周辺地域の名称である。公園はウエストミンスタークとカムデンクにまたがり、総面積は約500エーカーを誇る。公園内には400種類、3万本以上のバラが咲く、庭園、野外劇場、運河、スポーツ施設、学校などがあり、ロンドン市民の憩いの場とな、いる。朝5時から日没までオープン。 入園は無料。D ージェンツーパークには長さ4 3トルの外周道路の2つの円周道路があり、インナーサークル内には公園の各であるクイーン・メアリー・ガーデンが設置されている。この2つのサークルをつなぐ道路以外は敷地内のすべての道路が歩行者専用となっており、そのため公園内はゆったりとしている。公園の南側、 東側そして西側の大部分はトランファルガー広場やリージェントストリートも設計したジョンナッシュのデザインによるスタッコ塗りの白いラス式住宅が立ち並んでおり優雅な空間を作り出している公園の北東側を占めるのは世界で最初の科学動物園でオカピなどがいるロンドン動物園とロンドン動物学会であるロンドン動物園のさらに北側にはバーミンガムから ロンドンのテムズ川までをつなぐの一部でリージェンツ運河と呼ばれる運河が通っている。この運河のおかげでやから水上バスでリージェンツパークや動物園にアクセスできる。運河を越えさらに北に進むとそこはプリムローズヒルである。プリムローズヒルはリージェンツパークと地続きで一体化しているように思えるが別の公園であり小高い丘から見渡すロンドンのシティや ウエストエンドの眺望や数々の芸術作品の舞として有名である。リージェンツ・パークの広大な敷地の大部分は自然公園となっており、前述のクイーン・ベアリー・ガーデンの他に、アベニュー・ガーデンなどの庭園、サギや水鳥の繁殖地で夏には、ボート遊びもできる湖、子供たちのための遊び場などがある。イギリス式庭園やイタリア式庭園など様々な種類の庭園があり、 人々を楽しませてくれる。人々を楽しませるといえば、インナーサークルには夏になると、シェイクスピアの演劇などが上演される野外劇場がある。また敷地の大部分が芝生に覆われているので人々が自由にスポーツを楽しんでいる。リージェンツーパークで人々が楽しんでいるのは、サッカー、ラグビー、クリケット、フリスビーなどである。サッカーのフィールドでさえ何面も作れるだけの面積が、 あるので、時にその眺めは壮観なものとなる。またテニスコートも公園の南側にある。なお、2012年に開催されるロンドンオリンピックでは、ロードレース競技がリージェンツ・パークにて開催される予定である。公園内に建物はいくつかあるが、特に重要な建物を3つ紹介する。和在イギリス・アメリカが衆国大使の大使公館である。 アメリカ合衆国大統領がイギリスを訪問する際にはここを訪れることが多い。2009年4月にロンドンで行われた第2回 G20 首脳会合の際にもオバマ大統領はこのウィンフィールドハウスに宿泊し、ここでロシアのメドベージェフ大統領と会談したり、ここからドックランズでの会議に赴いていた。は、ナッシュのデザインが現存する数少ないである。この建物は、 現在も個人所有であるが、庭園は一般に公開されている。D ージェンツパークモスクの呼び名で親しまれているは、国王ジョージ6世の寄付によって建設されたイスラム教のモスクである。金色のドームが特徴的なこの建物は、公園の大部分の場所から見ることができるので公園のランドマークになっている。D ージェンツパークには、高等教育機関のキャンパスもある。 インナーサークルの南側にはや、がある。これらの教育機関は、ヨーロッパの大陸諸国やアメリカの大学のキャンパスで、あり、イギリスの大学システムに入らない。また、公園のすぐ隣には、ロンドン大学のカレッジの一つである、ロンドンビジネススクールや王立音楽アカデミーがある。公園の管理は、他の王立公園同様に、政府機関であるが、 公園の自由保有権を保持していると共同で行っている。公園自体は、シティオブ、ウエストミンスタークとカムデン区にあるがリージェンツパークにおけるこれらの自治体の役割は限定的である。中世、現在のリージェンツパークがある土地は、タイバーン村の荘園として、バーキング修道院を出す。そして国王はこの土地を修道院から接収してしまう。以来、 星草やチーズ製造のために土地が貸し出された、わずかな期間の例外を除き、現在リージェンツ・パークがある土地は、英国王室所有となる。英国王室は17世紀当時、メルルボーン・パークと呼ばれた、この土地を狩猟場として使用し、女王エリザベス一世や国王ジェームス一世が、各国の大使たちと狩りを楽しんでいる。1646年、国王チャールズ一世は、 イングランド内戦で、王党派が必要な兵器及び、弾薬代金の負債に対する担保として、ジョージ・ストロード卿とジョン・ワンダスフォードの二人に、メルルボーン・パークの土地与え、特許状も発行した。ところが1649年に、チャールズ一世が、オリバー・クロムウェル率いる、議会派に敗北し処刑されると、イングランドは王室を廃止し、イングランド共和国となり、 全国王の特許上に基づくメリルボーンパーク所有に関する二人の紳士の主張には誰も耳を貸さなかった。それどころか、英国議会はハリソン大佐が率いる隆起兵への賃金の原資を確保するため、ジョン・スペンサーという人物にメリルボーンパークを売却してしまう。この人物はこの土地に生息していた鹿や大半の樹木を売却した。しかし彼は、 土地自体に関心を持たなかったこと、また前述の通り、英国自体が新京都革命に伴う混乱期で、結果として土地は荒れ果てた。なお、この土地に鹿が生息したのは、これが最後である。幸運なことに土地の復興は思いのほか早くやってきた。1660年に王政復興があり、前述のメリル,ルボーンパークの所有権に関する、 特許状を持つ二人の訴えが受け入れられたのだ。王室はこの時に至っても、チャールズ一世が彼らに作った借金を返済しておらず、そのため、メルルボーンパークは二人のものとなり、この二人が土地を復興させた。ただし、グレート・ロッジ、または、ただ単に、宮殿と呼ばれていた建物とその敷地、及び、アルベマール公爵の秘書官であった、ウィリアム・クラーク教に、 すでに売却されていた60エーカーに及ぶ土は彼ら二人のものとはならなかった。また、五国教時代以前にメリルボーンパーク周辺でレンジャーの職についていたジョン・ケリーにも土地の保有権の遺憾に伴う彼の損失に対する保障が慣れた。新京と革命以降、メリルボーンパークの所有権や使用権の移動は激しく、たくさんの紳士や富豪にリースされる。 そしてリース契約の最後の一人になるのがポートランド公爵で彼が保持する契約は811年に切れることになっていた。ポートランド公爵が保有する契約が1811年に切れると時の折衝で後の国王ジョージ4世と彼の顧問であるジョン・ナッシュがメルルボーンパークを含むロンドン北部の改造に取りかる。ナッシュは当初この土地に 接政のための宮殿と彼の側近のための邸宅を建てることを構想したが、1818 18年実際に計画が実行段階になると、宮殿建設は取りやめになり、建築する邸宅の数も減らされた。しかし、公園の周辺に建築が計画されたテラス式住宅群は当初の予定通り無事日の目を見た。この計画は、ただ一つの公園の改造話にどまらず、 セッションの名を冠したリージェンツ・パークとリージェント・ストリートを核としたロンドンの大改造計画に発展したのでナッシュがすべて細部まで計画したわけではない。例えばロンドンの文京地区ブルームズベリーの整備に尽力したとその若き息子も設計に参画している。リージェンツ・パークは整備計画が始まってから27年後の1845年完成し、 当初は週に二日間だけ一般に公開されていた。開園から二十二年が経過した八百六十七年の一月十五日、リージェンツパークで大惨事が起こる。湖でアイススケートを人々が楽しんでいたところ、水面を覆っていた氷が崩壊し、二百人もの人がいてつく湖に落ち、そのうち四十名が亡くなった。事故後、湖の水は一旦すべて排出され、 湖の深さを4フィート浅くする工事が行われた。1930年、王立植物協会に貸し出されていた場所に、クイーン・メアリー・ガーデンが整備された。この庭園がリージェンツ・パーク発の計画当初から、一般向けと設定された施設である。1982年7月20日、アアイルエ r a 山邸和がリージェンツ・パークの野外音楽堂のもに仕掛けた爆弾が爆発し、 ミュージカル、オリバーの曲を演奏中だったイギリス陸軍の連隊の兵士7名が殺害される事件起こる。この事件で亡くなった兵士を悼む追悼碑が公園内に設置されている。21世紀に入ると、リージェンツ・パークは人々の健康志向に応えるためにスポーツ施設を拡張していく。2006年7月7日、 前年の同日に起きたロンドン同時爆破事件の被害者のための追悼式がリージェンツー・パークでも行われた。追悼式では市民がモザイクタイルで紫色の花びら7つ作り、その後事件で亡くなった人の遺族が黄色のタイルをタイルでできた花びらの中央に埋め、花を完成させた。リージェンツ・パークは文豪や芸術家に愛され、プリムローズヒルほどではないが、 たくさんの文学作品の舞台になっている。以下、リージェンツパークに縁がある。主な作品である。さらに詳しいストアをご覧ください。前述の水上バスの他に、リージェンツパークへのアクセス方法としては、鉄道やバスが考えられる。リージェンツパークへのロンドン地下鉄の最寄り駅は、ナショナルレール、英国鉄道の最寄り駅は、またバスの路線も複数ある。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。